小田急路線型。それは、4066S 以来4年ぶりの新車として2020年3月に営業運転を始めました。その後も装備が進んでいき、現在は 5062S までの12編成が在籍しています。そんな5000形も、たった1編成を除いて、大きなピコモナ運用しています。今回は、5000形の中で一番、波乱万丈な車性を送っている、5056S を紹介します。5056S は、2021年4月14日に営業運転を開始した、5000形の第6編成です。新車として、車整備を始めた 5056S でしたが、同年8月、早速被害に遭います。8月1日、海老名駅で人身事故の当該編成となってしまい、営業運転開始からわずか4ヶ月足らずで離脱をします。幸い、損傷が大してなかったため、翌日には運用に復帰します。ただこの数日後、本当の地獄に巻き込まれることなど、この時の 5056S は想像すらしていなかった。2021年8月6日、5056S 柔道の E28 運用、3588へ、快速通行新宿行きは、辻沢駅を定時で発車。上りとまで順調に進んでいた 5056S は、祖師ヶ谷大蔵付近で悲劇に巻き込まれます。突如として車内に刃物男が出現、少なくとも4人が怪我をしました。この事件により、5056S は長期離脱を余儀なくされます。事件から24日後の8月30日、5056S が平日 E39 運用、6803で見て運用に復帰しました。ただ、これで終わっては名列車とは言えないですよね。5056S の名伝説は、これだけではなかったんです。2023年3月後半、5056S に小変化があった。まずはこれをご覧いただきたい。そう、ドアチャイムが更新されたのだ。他にも、モード、輪の更新も行われていますが、検査の更新編成は 5056S のみなので記録は比較的多いです。4000型に次ぐ新型通勤車両として、華々しくデビューした5000型だったが、人身事故によく巻き込まれたり、事件の妨害となったりと、話題が絶えない形式です。ぜひ5000型に乗ったら、5056S という少し不運な編成のことを思い出してみてください。ここまでの解説は4000型 4063S でした。ご視聴ありがとうございました。